はい、どうもこんちは、俺です。ということで今日はですね、めっちゃ天気が良くって超気持ちいいです。那須市のですね、浜に来ております。見てください。プライベートビーチのようなですね、誰もいない、海岸に私一人佇んでおります。那須市の浜ですね。海水浴場ということで、はい、結構人気のね海水浴場になりますけど、離岸流もあるみたいなことなので、まあ気をつけながらですね、子供連れてきて遊ぶのもいいんじゃないかなと思うわけです。すんごい綺麗。はい、そんなわけでですね、私ですね、那須市の方に来ておるわけなんですけども、そうなんですよね、あの那須市にはね有名なですね、金運アップの神様が祀られているというね、蛇が祀られているというね、蛇王神社というところがありましてですね、はい、そちらにね、まあ、行ってみようかなと思うわけであります。もうここからですね、歩いてみようかなと、散歩にねしてみようかなと思います。はい、民家が立ち並んでおります。気持ちがいいですね。風がちょっと吹いてちょっと暑いけどね、風が吹くとすごく気持ちいいですね。あの潮の香りがこっちまで来てですね、すんごい爽やか、なんかサーフィンとかしようときもこの潮の風を香りを受けながらねサーフィンしたような気がします。はい、そんな感じでちょっとこの道ずっとね歩いて行ってみようかしらという感じですね。うん、ああやっぱり川が気持ちいいですね。うん、初めての視聴者の皆様よろしくお願いいたしますと、旗の方ですね、散歩動画撮っております。散歩系 YouTuber ですね、よろしくお願いします。愛喜民です。はい、愛菌 TV でもいいんですけどね愛喜民ということになっておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、このね蛇王神社ね結構ね有名でして、こちらで、はい、YouTube で検索してもらったらもういっぱい動画がね、出てくるわけでして、はい、もうね蛇王神社さんこすり倒されておりましてですね、ちょっと軽減してたんですけども、まああえてちょっと行ってみようかなと思うわけであります。中にね、シマントスタジオさんね、シマスタさんが作られてる動画ね、結構おしゃれな動画ありますんで、はい、そちらも皆さんね、視聴してみてはいかがでしょうか、いうことで、はい、むっちゃおしゃれなんですよ。あんなんできたらいいなと思ってね、はい。はい。どうですか。あ、白鳳神社でしょうか、ここは。ね。蛇王神社とは違いますけども、ここはねすごい気持ちいいですね。白鳳神社と行ってみますか。ちょっと一応行ってみますね。縄を編んでますね。あ、めっちゃ気持ちいいぞここ。なんだこの空間、めちゃくちゃ気持ちいい。中に入ると、日陰の中に入ってきてですね、ひんやりとしている感じですね。あ、すごい手入れも行き届いていて気持ちいいですね。お賽銭箱がありますね、はい、お祭りやるんでしょうかね今年はね。おみこしさんとこあるんだろうか、ね、あんのかな。ここになんか収納されてる感じはしますけども、はい、地元の方らがね草刈りとかしますよね。僕らも今週末、三社宮草刈りということでね、頑張って草を刈らなきゃいけないんですけども、この辺あんまり草生えてないね。シダ植物とかが生えておりますけども、はい、あんまりゴーゴーとした草が生えてないので、結構草刈り欄も軽く済むんじゃないかなという感じですけどね。日が当たらんけんあんまり草が生えんのかね。はい、白鳳神社でございました。はい、はい、そんなわけでですね、どんどん歩いて行ってみようかなと思います。はい、金運アップということで、はい、古くからですねこの地域の人たちが蛇を祀って、いたということのようですけども、
かなり朽ち果ててたみたいでですね、その当時何十年か前に、西原建設さんがですね、この辺の土地を買収した時にですね、その朽ち果てた神社を西原建設さんの方で建て直して、管理も西原建設さんの方でやってんのかな、はい、だからその西原建設プロデュース蛇王神社シーズン2というところでしょうかね、はい、まあ、なところでですね、はい、行ってみたいなと思うわけであります、はい、すんごい気持ちいい、もう、 うわーすげー、ここすごいな、泳いだ気持ちよさそうよ、めちゃくちゃ水がきれい、どうすか、あーめっちゃきれいやわ、水がけで綺麗です、本当に。最近ね、梅雨でね、雨が降ったからね、あの水の量もたくさんありますね、うん、よいしょ、滑りそう、うん、こんな感じで海へ流れているというところですね、はい、いや僕の方もですね、この3年ぐらい前からですね、仮想通貨ビットコインですかね、ああいうのに投資をしてきましてですね、まあ金運というか、はい、まあ投資の世界に足突っ込んでる感じなので、まあちょうど良かったのかなというところですかね、金運アップにね、あやかりたいということでですね、行ってみたいなと思うわけですね、はい、まあ投資のお話をすると、まあ長くはなりますけども、何から話そうかな、まあ、僕がねその投資を始めたきっかけは2020年のあのビットコインがですね ATH オールタイムハイでね一番価格が高いてっぺんで入ったんですよほいで、あのバブル一回も経験せんずくに、この下落、この大暴落の中、僕今まで投資をしてきたという感じでございます、はい、運が良かったのか悪かったのかちょっと分かりませんけどもですね、はい、まあ、僕としてはね今思うとですね良かったかなと思うわけなんです、まあ、というとねやっぱりこうバブルの時ってバーって出る上がるでしょ、上がる時ってね結構ねあの楽観モードでさ、もう資金管理とかねぐっちゃぐちゃのままこう育っていくと思うんですよね、でボカーンと落ちて全損するみたいな、僕も一番高いとこから入って暴落暴落の中ですね、楽観モード全くなく悲観モードの真っ只の中投資を勉強していったみたいな感じなんで、そのできるだけまあ得をするというよりかは自分の資産を守るみたいな、そんなところでですね、あの投資を世界へ入ってきたということで、それがある意味良かったのかなという感じがしております、はい、おかげさまで、資金の方はですね、あの大暴落の中ですね2倍に増やすことができました、ありがとうございます、はい、いろいろな手法を使ってですねあれやこれや、はい、やりましてですね2倍にすることができまして、はい、まあこれもまあ運が良かったのかなというのもあるのかなと思うわけですけどもね、はい、まあけどね僕ねあんまりねこの運気とかねスピリチュアルとかさパワースポットとかさ、ああいうまあスピリチュアル系のものってね僕ね全然信じてないんですよね、幽霊お化けとかさあの霊感とかさあんなも全然信じてなくってですねあの脳の中の幻覚とか、はい、錯覚がそうさせてるんだというふうにね僕自身こう思うわけですけども、はい、なので、ね、まあ今日行く、まあ、そのジャンオ神社さん、はい、金運をもらうというよりもですね、まあ、自分を戒めるというかですね、はい、あの強欲を捨てると、ね、そういう意味で欲を捨てに行こうかなというふうに思っております、はい、まあというのもねこの3年間の中ですね、そうですねこの浅い経験の中ですね、実感したことはですね強欲、そうこの強欲がね本当に損をさせるんです、欲は本当に自分を損させる、欲は身を滅ぼす、はい、
強欲は身を滅ぼすってよく言いますよね。それを本当に、体感したこの3年間だったんじゃないかなと思います。はい、というのもこうなんかねちょっと儲けがあってですよ、その儲けをさらに伸ばしたいと思ってそこへ資金ドーンと突っ込んだらそこから下がるみたいな、全損するみたいなそういうこと何回か経験してですね、あの時にもう利益得ちょったらちょっとの利益やけど良かったので、そこからさらに欲を出していったもんやから全損するみたいな、そんな世界たくさん見ましたんでね。はい、投資のその基本はですねやっぱりね、まあ、運気を高めるとかそういうのじゃなくて、はい、自分の欲を捨てると、はい、もうねそういうところに限るなというふうに思っております。はい、また道の方はですね、木陰の方に入ってきましてですね、すごく涼しいです。左手は川が流れておりまして、川からの、涼しい風がですね吹いて、汗をこうね、冷やしてくれるというような感じですね。まあそんなのもあってね、はい、まあ、じゃあお神社さんにね、強欲にならないようにとお願いしようかなというふうに思います。はい、インディ・ジョーンズのね、なんだっけ、最後の聖杯やったっけ、一番シリーズの3作目かな、あれでもありましたよね、最後のシーンでね。はい、例えば聖杯がねめっちゃ地味なのね木でできたような聖杯が本物だったみたいなね、金ピカのものを取ろうとしたら結局その人死んじゃったみたいな、そんな話もあるし、あとね最後のワンシーンでガガガガとこうね、シーンがもう崩れ去るようなところで聖杯がコロコロっと溝のところへ転がっていってね、強欲ですよそれね、女性がそれを取ろうとしてインディ・ジョーンズがパッと手を止めて、その女性転がり落ちてしまってね、もういいんだ言うてね、もう聖杯なんかいいんだ早く上がってこいって言うけども、とうとうその女性は欲に、滅ぼされてしまうというね、それもすぐ寸分先に、手を伸ばせば聖杯があるということで、ぐーっと手を伸ばすあらわり、インディ・ジョーンズの手を振りほどいて落ちてしまったみたいなね、そんなシーンありましたよね。今度は逆にインディ・ジョーンズが今度は崖っぷちに立たされて、もう少しでインディ・ジョーンズの手が聖杯に届くところでお父さんが助けに来てね、ショーン・コネリーがね、インディもういいんだ、もうそんな聖杯もういいんだ、ね、自分の命が大切だということで、結局インディ・ジョーンズはその聖杯を取らずになんとか助かったみたいなね、はい、まさにその話ですよね。はい、強欲は身を滅ぼすということがね今日の動画で伝えたいなというところですけども、はい、さあそろそろ、じゃあお神社の方へ近づいて行っている感じでしょうか。もうここ全部カットでもいい全カットでもいいんだけど、まあ、せっかくなんでね、はい、まあ、散歩動画ということで、あ、これ蜂蜜映ってるんでしょうかね、蜂さんおるかな、あ、ちょっとわからんな、出口がもう土であれやな、土でもうボロボロになっちゃうな。左手の方にはですね、どうでしょうか、建設なんか山を切ってる感じでしょうかね。ジャゴ 400m、 見てよこれ、駐車場ありですよ、ジャゴ神社さんね、この道ずっと行ったら駐車場がありますので、皆さん車でどうぞ来てください。僕はもう歩いてきましたけども 400m か、結構あるな、100、200、300、まあ、この山を一つ越えたら、ジャオ神社でしょうか。早回しするか、もうカットするか、ここ。はいはい、駐車場見えてきました。てかね、この辺大水があったんかな、あれ見えますあそこ。もう木がね、ボコーってこう、流れ着いた木がね、いろんなところで、えらいことになって、立てかかっちゃうような状況で。ありますけども、蛇王神社なんかそろそろ駐車場が見えてきましたけども、でっかい駐車場がありますわここへ全然すれ違いも簡単にできそうなところですね。受付ってありますけど、何でしょうねこれ、
9時から4時なんかな、工事現場の見学とかができるのかな、ひょっとしたら勝手に山も取らない山桃狩りですって。山桃よー、結構今年はなったね、山桃がね、ざまな山桃になったぞ。はい、見えますか、ジャンオ神社の駐車場です。白木さんのご声により駐車場ができましたということで、どっから行くのこれこっちから行くんかな、このお家の前の人のあれかな、道土地なんだかな、ひょっとしたらここから行くの、あのちなんか結構細い路地が、あ、路地というか道があって、そこをこうバーって行ってる映像はよく、ああ、あこあこ、あった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 、あの道あの道あのね、a single kiss.